マーティ・ブラウン、マーティ・レオ・ブラウン、マルティ・レオ・ブラウン、1963年1月23日体は、アメリカ合衆国オクライホーマ州、コマンチ軍道頓出身の元プロ野球選手、外野手及び内野手、右投げ右打ち。日本でも、広島東洋カープで3年間プレー。引退後、からまで広島、和東北楽天ゴールデンイーグルスの監督を、歴任した。 の、MLB ドラフト12巡目、全体292位で、シンシナティレッツから指名され、プロ入り。2、メジャー初昇格。2、ボルチモアオリオールズに移籍し、通算35試合に出場。その後、オリオールズ参加、当時のトリプル A 級ロチェスターレッドウィングス。にクリーブランドインディアンス参加、当時のトリプル A 級コロラドスプリングススカイソックスを、経て、2、 広島東洋カープに入団。さほど突出した成績は残さなかったが、ヘッドスライディングやガイアフライをキャッチした後にフェンスを乗り越えるプレーなどが話題となる。2、広島を自由契約となり、2、テキサスレンジャーズ参加、当時のトリプル A 級オクラホマシティエィナイナーズに所属したのを最後に現役を引退した。引退後の、から MLB のマイナーリーグで監督を務め、 パラ・クリーブランド・インディアンス参加、当時のトリプル A 級、バッファロー・バイソンズの監督に就任。2は、インターナショナルリーグで優勝、週刊誌、ベースボールアメリカから、マイナーリーグ最優秀監督賞を受賞する。この3年間の成績は、238勝193敗、勝率、552であった。また、トリプル A 級監督時代に3年間で22回の、 体場を記録した。2004年には、グレックラーロッカ、2005年には、ケニー・レイボーンを、古巣の広島カープに送り込む。そうした実績も考慮され、から広島東洋カープの監督に就任する。1年目、2年目は5位。3年目のは、勝率5割にわずかに届かなかったものの、最後まで、クライマックスシリーズ進出争いに踏みとどまり、4位で終了。 ファンサービスを重視し、サインや写真撮影などを求められた時は笑顔で応じている。なお、現役時代はファンからブラウンと呼ばれていたが、監督就任後は本人の予防でマーキと呼ばれることも多い。2008年オフ A クラス入りなら翌年の契約を更新するとの条件で球団と1年契約を結んでいたが、10月4日の対横浜戦で敗戦したため、 B クラスが確定し、退任が決定。10月10日の退巨人戦が、広島で指揮を取る最後の試合となった。から東北楽天ゴールデンイーグルス監督に就任。楽天球団初の外国人監督となった。背番号は、広島時代の71から、ブラウン自身のラッキーナンバーを揃えた81に決定。高知人事は、 ヘッドコーチのジェフリブジー以外球団主導で決まった。前年、初の A クラス入り、2位を果たしたチームを引き継いだが、開幕から4連敗するなどシーズンを通して一度も、勝率後に届かず、チームとして4年ぶりの再会に終わった。全日程を終了した9月29日、球団から解任が発表され、10月21日に帰国した。帰国後の同年11月30日。 トロントブルージェイズ参加、当時の AAA 級ラスベガスフィフティィテワンズの監督に就任。彼らは、この年より、ブルージェイズ参加に変更となった、AAA 級バッファローの監督に就任し、同年退任。2はワシントンナショナルズの艦隊併用地域コーディネーターに就任。彼らは、ミズーリ州で、自身の名前を冠した野球アカデミーを運営している。十一年ぶりに、 キャプテン制を導入し、黒田博樹を投手キャプテン、前田智則を野手キャプテンに指名する。先発は、黒田と大竹博士、ショーン・ダグラスを軸に、大島高行笹岡慎嗣を加えた後投手で中4日100球目のローテーションを組んだ。中継ぎもローテーション形式として1投板につき2イニン,ング30球を限度とし、3連投しない形を取った。 守備では逆シングルを推奨し、1.3塁線を大きく開ける守備シフトを敷いた。打線では出塁率を重視し、1番に小形光一、2番に前田を据えるが、9試合連続に得点以下という、日本新記録をマークしたため、オーダーを元に戻して復活した。また、守以外の野手、内野手、外野手を使い切ってしまうことがたびたびあった。5位に終わったが、 2007年の続投が決定した。前年同様に、黒田を、投手、前田を、野手のキャプテンに指名。投手は先発ローテーションを中4日から、中後6日としまた、先発陣を中継ぎに起用することもあった。春先は、ある程度の安定があったものの調子を落とし、交流戦では黒田以外の先発投手に、勝ち星がつかなかった。抑えの栄華は勝つ広も、 不安定で、接戦を落とす試合が多かった。保守は、打撃工場と一年完成保守の固定を掲げる。4月は、打撃工場の倉義和が、交流戦前からは、石原慶子がマスクを被る機会が増えるが、打撃の後部長や、先発投手との相性もあり、固定には至らなかった。打線は、そよぎ栄心を1番、東で明ら広しを2番に、固定。 3から6番のどこかに前田を入れ、他の打順に荒井高弘、島篤信、栗原健太を据える。7番は尾形で固定。前年と同じように4月は調子が上がらず、5月に一時調子を上げるも、交流戦では再び貧打となる。投手陣の不調も重なって交流戦では大きく、負け越し、交流戦後に前年に中日を退団したアレックスオチョアが加入して、 打線の手こ入れを図るも、最終的には最下位と一ゲーム差の5位で終わる。野手では、若い天谷総一郎、FA で移籍した、荒井の人的保障で加入した、赤松正人などの瞬速外野手をスタメンに抜擢。守備に、衰えが見えている前田を代打転属とし、機動力と守備重視の布陣にする。 4番の栗原は好成績を残したが、荒井が抜けた三塁手を埋める形で加入したスコット、シーボルが活躍できなかった。一方で新人の小久保哲也が、極度の不振に陥ったボンと、なかなか、日本に適応しなかったシーボルの穴を埋める活躍を、見せた。黒田の遺跡を受けた、投手陣は、ベテランの高橋健と新加入のコルビー・ルイスが、前半戦のチームを牽引した。 特にルイスは、中4日で登板し、交流戦では故障を上げ交流戦勝ち越しに貢献。抑えの A 川も、抜群の安定感を見せ、シーズン終盤は、前田健太、篠田淳平、斉藤優葵といった若い投手を先発に、抜擢するとこれが当たり、一時は3位に食い込んだものの、最後は中日に追い抜かれて4位で終えた。本拠地が、マズ,ダズーム、ズームスタジアム広島に変わり、 前年から取り組んだ野球の進化が問われるシーズンとなった。球場が広くなったことで、投手力はある程度向上したが、打力が低下し投打が噛み合わなかった。投類数は前年より増えたもののリーグ5位にとどまり、アレックスの放出で手薄になった中軸は栗原、島、シーボルの誤算が大きく、スコット・マクレーン、アンディ・フィリップスとシーズン中に加入した。 外国人野手で得点力向上を試みた。ヤクルトの失速で一時は3位争いに加わるも、結果的には、新しい本拠地で負け越していることと打線の不調が、最後まで響いて5位に終わる。このシーズンを最後に監督を退任した。野村克也の後任として東北楽天ゴールデンイーグルスの監督に就任。先発ローテーションは、田中正宏、岩隈久さ 長い例を軸に組んだ。野手では、清沢亮、内村健介などの若手選手を積極的にスタメン起用した。しかし、チームは開幕4連敗を皮切りに低迷。終わってみれば、開幕から一度も勝率5割に達することなく、5位のオリックスと7.5ゲーム差し付けられる最下位に沈み、シーズン終了をもって解任となった。 2006年8月13日の対、読売ジャイアンツ戦終了後の会見で、巨人の原監督、ヤクルトの古田監督は尊敬しているが、他球団では、サインなどで、ルール違反が行われている。見つかったら、大変なことになる。いつまでもやられっぱなしでは終われない。特に次に対戦するチームの監督はよく聞いてほしいと、発言した。 この次に対戦するチームとは中日ドラゴンズで、あたかも中日、阪神、横浜が不正を働いているかのような発言だったため、これを聞いた中日の落合博光監督は、8月14日の幸運による試合中止決定後、自ら記者会見を開くほど激怒した。翌日に中日の西川淳之介、球団社長伊藤和正、球団代表が急遽広島入りして、 広島の鈴木球団部長から事情を聞くと、とも一連のブラウン発言での謝罪を受け、落合監督も社長に任せるとコメントしたため球団間での対立は一応回避された。この騒動以降、ブラウンと落合監督は試合前のメンバー表交換の時、デラ目を合わせないほどであったが、10月16日に広島市民球場で行われた両チームの シーズン最終戦前のメンバー表交換時には握手を交わし、この騒動は一応の決着をつけた。中日と同じく批判の対象となった阪神、横浜両球団の監督及び関係者は、この件に対して生還する姿勢を示し、横浜の牛島和彦監督へは直接会って謝罪するなど、こちらは大きなトラブルにはならなかった。メジャーリーグなどでは、 自軍の打者に対して相手投手の吸収を伝えてはいけないことになっているが、セリーグでは禁止事項になっていないため、ブラウンの一連の発言は日米におけるルール相違から生じたものであることが判明した。広島、楽天時代を通じて監督として史上最多となる12回の退場処分を受けている。また、その際にベースを投げたり、 ホームベースを土高隠す行為に及ぶことがあり、批判される対象となった。2008年、実母の葬儀3列で帰国したため欠場した8月19日から21日までの3試合は、通算成績に含まず、楽しくご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。